ルイーザ・マリア・デボルボイ・コールド・デュエ・シチリエは、トスカーナ大公フェルディナンド三世の日、ナポリとシチリアの王フェルディナンド四世及び三世と、王妃、マリア・カロリーナ・ダズブルゴの次女として、ナポリで生まれた。1790年8月、父方でも母方でもいとこにあたるフェルディナンド大公と、結婚した。フェルディナンドは同年、シチレオポルト二世の神聖ローマ皇帝継承に、して、 トスカーナ対抗位を上位されている。また、ルイーザ・マリアの姉マリア・テレーザとフェルディナンドの兄である、新生ローマ皇帝フランツ2世も同年に結婚しており、さらに1796年には、弟フランチェスコ1世とフェルディナンドの妹、マリア・クレメンティーネが結婚している。1801年、ナポレオン・ボナパルトの傀儡国家エトルリア王国、樹立によって、 フェルディナンドは国を追われ、家族を連れ、ウィーンへ亡命した。ルイーザ・マリアは1802年に、第六子を出産後、死去した。死産した男児を腕に抱いて、棺に収められ、皇室のお骨堂へ埋葬された。ありがとうございます。